港で宿泊した金屋亭を、部屋がこんなに美しいものでなければ良いのにと思うほど気に入り、またそのおもてなしに感激したバードは、旅行中最長の12日間も日光に滞在し、あちこちを見て回りました。さらにまた、金屋家の人々の生活ぶりや村の子供たちの遊びや行動まで興味深く観察しています。日光で十分な英気を養ったバードは、いよいよ外国人を見たこともない僻地への旅を続けます。来た時に通った筋手貝橋あたりで日光街道から外れ、ダイヤ川を渡って北に向かいます。途中、小脈の村を抜け、会津藩などが利用した会津西街道を大内宿方面に進みます。会津西街道は、中付戸社と呼ばれる目的地まで、通しで荷物を運ぶ人夫も往来していました。バードは、藤原では、この中付のための旅籠にも泊まり、安楽な旅は日光で終わりであったと書いています。Thank you.
藤原から先の会津西街道はかつては元祖な高原越えでしたが、バードの時代には川沿いの土地久保新道が開通し、バードは日本でこれ以上に美しい場所を見ることはないだろうと、その景色を称賛しています。川地温泉では初めて見る混浴風景にバードは当惑します。旧碇宿は戸数25軒で、バードは旧本陣に泊まっていますが、現在では碇湖に沈んでいます。中身より上身よりを経て、横川では飲みを避けて外で昼食をとっていると村人が集まってきました。この先山王峠を越え糸沢にも止まらず、先を急いだバードはヘトヘトになり、やむなく川島のひどい宿に泊まる羽目になります。川島で泊まったため、南会津の中心地田島ではバードは馬を変えただけで通過します。田島には会津軍役所が置かれ、毎年7月には800年の伝統を誇る祇園祭りで沸き返ります。バードは長野の渡しで阿賀川を渡り、中山峠からの眺望に感動し、日が暮れた頃に大内宿に到着します。
ここではバードは名にし出会った美濃や阿部家に宿泊します。阿部家は日光の金谷邸と並んで現在残るバードが宿泊した貴重な建物であります。翌朝、バードは大内宿を出て会津西街道と越後街道が分岐する追い分けで越後方面に進み一の峠を越えます。この道は現在はほとんど通行はありませんが、イザベラ・バードの道の標識があちこちに立てられています。
そして高田を経て会津坂下に出ます。会津坂下は汚くじめじめとして湿っぽい町で、バードは超満員の古ぼけた宿屋で惨めな夜を過ごします。翌日は須川までは越後街道を西に進みます。東寺、桁宮と過ぎ、船渡しで只見川の船橋を渡り、辺門、天宮本名を経て束ね松峠を越えます。束ね松峠は、至って雰囲気の良い峠で、十返舎一九や吉田松陰も歩いています。そして、狩尻、野沢、野尻という旧宿場町を経て日暮れになって、やっと車峠の旅籠茶屋にたどり着きます。翌日は宝川を経て新潟県との境である鳥居峠を越えます。越えてからは悪路が続き、さらに村の汚さを目にし、野蛮人と少しも変わらないように見えると、
手厳しい描写が並んでいます。たどり着いた三峡の津川の町は、阿賀野川の舟運で栄え、豊かそうに見えました。バードは、宿の食事の生鮭の切り身を今まで食べたことがない美味しさと褒めています。景色がとても美しいので、もっとゆっくりしていたかった津川を、バードは大船渡から船で新潟に向かっています。彼女は、船荷の上に椅子を置いて、津川の急流下りを大いに楽しんだようです。そして午後3時に一行は新潟の町の真ん中に上陸しました。新潟ではバードはファイソン夫妻のいる教会伝道本部で1週間ほどのんびり過ごし、この間堀と柳の町をあちこち歩き回っています。